今回は毛先をランダムに色巻きしてみました。それではボリュームを作りたい場所を頭頂部の髪の毛を先に避けておきます。ピンか何かあれば止めておいてください。次にハーフアップの、土台となるところを作ります。土台がなくてもハーフアップができる人はなしでやってみてもいいと思います。ハーフアップの耳の上の髪の毛を土台で取って捻ります。ねじったら ピンで固定していきます。少し取って少しすくって逆に倒して差し込む。これを何箇所かやってみてください。で倒して差し込む。この土台は、後で隠れるので丁寧にやらなくても大丈夫だと思います。横方向と上方向に刺しました。次に逆毛を立てていきます。逆毛は、根元に向かってこうやって立てていくだけなんですけれども、逆毛ができ、逆毛を立たせにくい人は少しずつ3分の1ぐらいにして少しずつ逆毛を立てていけばいいと思います。髪の毛が全く傷んでない人ほど逆毛は立ちにくいと思うので、そういう時はスプレーを軽く根元にかけて少し乾いたところで逆毛を立てると逆毛を立たせやすいと思います。逆毛を立てたら
軽くケープなどを吹きかけて固めておきます。そして、表面を整えます。軽くねじります。この時、ボリュームを出したい人は、少し前に押す感じで、ピンを止めるとボリュームが出ます。ねじったら、最初に作った土台に差し込むようにピンを留めてください。リハーフアップの完成です。今の時期は暑いので、さらに髪の毛をアップにしたいという方はくるくるねじって作ります。そしてこういう大きい U 字ピンなどで引っ掛けて差し込む。これをすると U 字ピンが止まります。出た毛先を逆毛を立てたら、今の季節でもすっきりしていいと思います。